ブルーレディオ .com。林田直樹のカフェフィガロ。さあ今日のゲストご紹介いたしましょう。先週に引き続きましてカウンターテナーの弥勒忠さんです。ようこそいらっしゃいました。どうも皆さんこんばんは。カウンターテナーの弥勒忠です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ先週は本当にもう盛りだくさんの話題でですね、はい、そうですね、もう本当に楽しくいろいろ話を伺わせていただいて、こちらも本当に楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はもうその続きということで、はい、ただ今日はですね、実はちょっと今年2017年なんですね、はい、やっぱりこれすごいクラシック音楽の世界の中では重要なテーマスですね、はい、テーマ作曲家と言っていいと思うんですが、はい、クラウディオ・モンテヴェルディ、はい、生誕450周年でございます。そのモンテヴェルディ、もう今年は実はもう本当にただなんとなくブラウボーめくってるだけでもですね、はい、いっぱい出てきますよね。もうね、こんなにモンテヴェルディ今年はいろいろあるんだと本当ですよね、うん、いやもう今年はそういう意味ではもう絶対無視できない作曲家、うん、いろんなコンサートオペラも上演されるんですけれど、はい、そしてもう同じ演目ずいぶんいろんな演奏団体が重なったりなんかして、そうですね、なんかこれはもう熾烈な、なんかこう火花が散ってるなという状況だと私は思うんですが、そうですよね、確かにね、はい、今なぜモンテヴェルディなのかと、うん、まあまあ、もちろんアニバーサリーということもあるんですが、はい、ここやっぱり10年20年見ててもモンテヴェルディがぐわーっと来てるなという感じが、確かにありますよね。それはですね、うん、普通になってきましたね、だんだんね、本当ね、演奏されるのが、はい、うん、で弥勒さんのモンテヴェルディ感っていうかな、はい、モンテヴェルディってどうして今こんなに重要視されてるのか、なるほど、うん、そこら辺りから今日はちょっとですね、はい、テーマを設けて、そして話をこう進めていきたいなと思ってるんですが、はい、分かりました、はい、モンテヴェルディなんですけれども、はい、革命家、革新者であるっていうことがやっぱり一番重要なんじゃないかなと思うんですけども、うん、はい、同時に、はい、その、なんて言うんでしょうかね、天才性が、うん、まあ、400年経っても450年経っても、うん、今でもそれがすごく新しく感じるっていうことなのかなって思うんですよね。うんうん、まあ、その中に一つ、まあ、はい、私の分析というか、はい、まあ、考え方ではあるんですけれども、やっぱり彼はその、いわゆる音楽史的に言うと、ルネッサンスと初期バロックをまたいで活躍した天才作曲家だと思うんですね。で、特にその初期バロックの方なんですけれども、はい、その当時に、まあ、流行った音楽の構造ですね。うん、これが実は、現在でも、その通じる、そのポピュラーな感じっていうんでしょうかね、うん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 、大衆にも訴えかける力を持った音楽の構造がその頃にできている。でそれで傑作を作った人だから、うん、モンテヴェルディっていうのがさらに生き残ってる、注目されてるっていうことなのかなって思うんですよね。例えばなんですけども、うん、はいはい、初期バロックの頃にバッソ・オスティナートっていう、一つベースのパターンっていうのが、まあ、何小節分かでこう2小節とか4小節とか、2音とか4音とか、いろんな、まあそういう短いそのまあモチーフですよね。それが何回も何回も繰り返されては、その上でその音楽が展開していくっていう音楽がすごく流行ったんですけれども、それって実は私の大好きなですね、いわゆるアフロアメリカンの人たちが作ってる音楽とすごく似てるんですよね。だってマイケル・ジャクソンのスリラーなんて、ドドン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 、ドドン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 を一体何回やってることか。確かに確かに。あの曲中ずーっとあれやってますよね。それ、バッソ・オスティナートってことですか？もう本当にバッソ・オスティナートですよね。なるほど。まさにあれが古臭バス。だし、あと、アースペンデンファイヤーのヒット曲なんかも、はい、チャンパリーラーラ、タラランタン、タリーラーラ、はいはいはい、タラララ、これをずっと、確かに、ね、やってるじゃないですか。うん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 、とか、うん、あとは、まあ当時、例えば、流行った、そのパッサカリア、はいはい、
あの、タンパンパンパン、ヤンパンパンパンっていう、はい、まあ、ベースがあって、それが繰り返されて音楽ができてる。あれなんかあれですよね。うん、まさにそのラテンつながりなのかしらと思いますけど、うん、昭和ムード歌謡とかによく使われてますよね。昭和ムード歌謡、うん、あの、なんだろう、コモエスタ赤坂とか。ああ、やっぱり、確かに。はいはい、あの、酔いしれてみたいのよ、タンタンタン。なるほど。とか。うん、ああいうところになんか突然出てきたりとか。僕ね、このバッソースティナートで、その今、いろいろ例示して、様々な時代のものを例示してくださいましたけれど、はい、あの、いつも思うことがあって、はい、その、つまり低音がこう、必要に繰り返されるっていうか、はいはいはい、その上に歌が乗るっていうことって、はい、何かある情念がどん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 深まっていく感がいつもあるような気がするんですよ。ありますよね。それで興奮していくじゃないですか、うん、同じことをこう繰り返されるから、うんうん、なんかどんどんそのなんか気持ちが高ぶってきて、うん、うわーってなる。そう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 、うん、それがねやっぱりね、あの人の心をやっぱハートをわしづかみするんですよね。わかります。うん、だから400年前ぐらいにその発明された曲って全然古くならないっていうんですかね、うん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 、だから、まあ、その時代に、うん、まあ、活躍した天才音楽家の一人、うんうん、であるところのモンテベルディの音楽がやっぱり色褪せないのはその力もあると思うんですよね。なるほど。はい。でもこのバッソースティナート自体は、はい、多分モンテベルディ以前からありますよね。あったわけですよね。ただね、モンテベルディがね、それの使い方がものすごく意表をついたっていうか、かっこいい使い方をするんですよね。うーん、例えばその、うん、パッサカリアと同じぐらい流行ったそのバッソースティナートに、あの、チャッコーナっていう舞曲が。はい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 。ザパンパパン、ラピンパパン、ヤパンパパン。そのパターンが後にあの、シャコンヌっていうのをこう、はいはいはい、生んだりするんですけれども。まあそれは多分ね、井上陽水とかそこら辺につながるんですよ。おーおー、そこまで行きますか。ですけれども、うん、そのチャッコーナを、例えば、スペインとかだと、うん、あの、イベリア半島あたりとかだとですね、うん、公の場では演奏しちゃいけないよみたいなことが、当時ね、あったんですよね。あまりにもこう戦場的だから。そうなんだ、そうですね。そうなんですよね、ダンス音楽が。うん。うん、だけども、つまり、まあ、公の場っていうのは言ってしまうと、あの、教会の中では、例えばそれを演奏しちゃいけないよみたいなのがあったんですけども、モンテベルディはですね、それをなんと、そのチャッコーナで、神を称えよっていう宗教曲を作っちゃったとかですね。はあ。うん。そのなんど戦場的なもうノリノリですよ、音楽で、はい、なるほど、もう本当にラウダーテーみたいなやつなんか結構ファンキーな人だったのかしら。めっちゃファンキーですよね本当にファンキーですね。あ、はい、でモンテベルディってその革新者だったっていう話がありますけれど、はいはい、それはもう本当にあの現代につながるっていう、もうそれもう一番ちょっと食いつきたいもう核だと思うんですが、はいはい、ちょっとまずちょっと一曲、そうですね、はい、何か聞いてみたいと思うんですけど、ご紹介いただけますでしょうか、はいはい、そしたらですね、クラウディオ・モンテベルディの作曲の、はい、苦しみはこんなにも甘く、シー・ドルチェ・エイル・トルメントという曲なんですが、はい、こちらをですね、アントネッロの西山まりえさんのハープと一緒に、はい、あの演奏しているものがございますので、はい、そちらをお聞きいただきたいと思います。Thank you.
今途中から、はい、コルネットのソロが入っておりましたが、はい、浜田義満さんのコルネットソロでございました、はい、その浜田義満さんが指揮と音楽監督を務められます、はい、そして弥勒正さんが演出そしてネローネの役を歌われますですね、はい、モンテベルディのオペラポップペアの体感、はい、こちらの方が9月2日土曜日に、川口、総合文化センターリディア音楽ホール、はい、こちらの方で上演されるんですけれども、これはもう一つ大きなもう本当に、注目の上演です ですね。やはりあのアニバーサリーでこのポッペアの体感を、うんまあ、上演するっていうのは非常に意義のあることなので、うんはい、でこのチラシにですね、はい、愛人ポッペアの暴君男のたぶらかし方を教えますって書いてあるんですけれどこのあのポッペアの体感っていうのはやっぱりこう暴君な男をたぶらかすオペラそうですね、ということに、まあ玉の輿物語みたいな感じなんでしょうかね。でそのまあ暴君の役をなさるわけですね。そうですね。はい、暴君でございます。でこのチラシがなかなか面白くって、まああのまあそういう話なんですけど、嘘不倫殺人教唆、うん嫉妬裏切りそして愛と書いてあるんですけれども、はい、ドロンドロンですこちら。ドロンドロン。まあで私あのモンテベルディが強烈に気になってる一つの理由というのはですね、はい、ヨーロッパのオペラ の、はい、その始まりにほぼ位置している作曲家じゃないですか。はい、そのやっぱりオペラってすごいクラシック音楽の中でもで特にやっぱりその中心的なですね、はい、もう重要なしかも総合芸術でいろんなあの文学や演劇や美術やさまざまな世界とこうつながっているもう巨大なこう魅力の、はい、やっぱり宇宙だと思うんですけれど、はい、じゃあそもそもオペラとは何なのかっていうことを考えた時に、うんうん、絶対そこで浮上してくるのはモンテベルディだと思うんですよね。そうですね。でやっぱりそのオペラとは何かっていうことを考えた時に絶対モンテベルディのやっぱり作品を見るべきだと思うんですけれど、うん、そこでまあ演出をなさるということで、はい、もうこのオペラの原点に位置するモンテベルディのですね、うん、まあ革新者でもあるわけですけど、何かオペラを定義づけるような人でもあったんじゃないかと僕は思ってるんですけれど、はい、でポッペアの体感どう見られ、そしてどういうふうに演出されますか。これはですね、まずそのポッペアの体感というそのストーリーの話がね、今あのまあチラシにも書いてありましたけれども、まあありとあらゆるなんかね、うん、よろしくないことが起きて、でうん、それでこれは本当になんかハッピーエンドなのかっていうような、うん、まあその終わり方をするんですけれども、はい、それについてですね、うん、まあいろんな考え方があるんですけど、私自身もですね、うん、もう20年ぐらい前ですかね、うん、初めてこのオペラに、まあ、携わることになった時に、はい、その日本のそのまあ音楽家の特にまあバロックに関わる方からですね、その僕はこのオペラ嫌いですと、はあ、こんなになんか不道徳なオペラはないっておっしゃってるのをですね、うん、まあ聞いてですね、うん、それはちょっと違うような気がするなって私自身はちょっと思ったんですね、うん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 、でそれをですねでもずっとこう引きずっていてっていうか持っていて、はい、一体じゃあ自分がそのこれに向かい合わなきゃいけない時どうすればいいのかっていうのですね、うんうんうん、あの一度当時のまあイタリアの声楽の先生に、はい、女性にこう聞いたことがあるんですね、こういうふうな意見があるんだけれど、うんうん、先生どうなんでしょうか、まあ殺人があって、うん、その不倫があって、うん、さらにそのなんとかがあってね暗殺しようとしてとかいろんな追放が皇后様が追放されたとか、うん、もういろんなことがあるじゃないですか、うんうんうん、どうなんでしょうかってそれで2人がこの2人がハッピーになって愛人とその暴君がハッピーになってそれで OK なんですかねっていう話をしたらですね、うん、なんともう今でももうそれが僕のそのポッペアに向き合うためのその中心線になってるんですけど、はい、彼女がこういうふうに言ったんですね。ただし、愛っていうのはね、障害が大きければ大きいほど燃えるものなの。おーはぁって思って、そうかこれは、うん、その愛し合う二人が、ありとあらゆる、もう常識では考えられないような、うんその巨大な障害を乗り越えて最後に結ばれるハッピーエンドなんだっていうのがですね、うん、一気に腑に落ちたんですね。なるほど。あのあれですよ、だからあの韓流ドラマと一緒ですよ。だから主人公がいきなり目見えなくなっちゃってとかね、その離れ離れになってとか、うん、あるじゃないですか。あらゆるなんだよそれってもう笑っちゃうようなそのとんでもないその障害が出てきて、うん、だけどそれを乗り越えていって
って最後に2人が出会う、うん、結ばれるっていう構造がここにもあるんですよね、うん、そういうふうに考えればいいってことなんですね。そう、これはやっぱりそのベネチアに結局開かれた、うんうん、大衆に開かれた劇場が出た後の作品じゃないですか。あ、そうか。そのオルフェオね、1607年のオルフェオの時にはまだ、うんうん、あのマントバのゴンザガ家 の, その宮廷の中でお貴族様を相手にやってたあれだけれども、これはねもうね大衆に向かって開かれた劇場での上演だから、だからこういうなんかテーマなんですよね多分。これ当時のお客さんはこういう話を見てどう思ったでしょうね。どんな反応したのかしら。でもね思うのはこれ見てると面白いことがね全部詰まってるんですよ。You're listening to BlueRadio.com 林田直樹のカフェフィガロ。これ当時のお客さんはこういう話を見てどう思ったでしょうね。どんな反応したのかしら。でもね、思うのはこれ見てると面白いことがね全部詰まってるんですよ。つまりそのエロがあって、だからお色気があってで、ダンスミュージック的なものもあって、で、お笑いがあって、サスペンスがあって、で、最後に甘い二重唱でしょ、だからね、あれです。ボリウッド映画みたいな感じ。ああ、なるほど。あの、エンターテイメントが、まだその未分化な状態で、全部面白いものを一気に詰め込んだものが、これだと思うんですよね。面白い、本当に本当になるほど。ということは、もしそれを現代にですね、生き生きと再現するのであればですね、やはりエロと、サスペンスと、甘いものと、こうドラマといい、あとお笑いとね、お笑いと、それを全部ぐちゃーっとやっぱり舞台の上に乗っけるように乗っけなきゃいけないと思います。でやっぱりそういう演出されますか。はい。あのそのつもりではいるんですね。でその上でなんですけども、はいはいはい、やっぱり現代の日本で日本人の演奏家をがこれを演奏するっていうこと、演出するっていうことを、やっぱりねどっかに持っとかなきゃいけないと思うんですよね。なるほど。絶対に。でそれがあれば、あのね世界にそれを持っていけると思う。おお、だってアントネッロは、もうね、本当に、例えばですけど、さっきかけていただいたあの曲なんかも、実はこの CD をね、あの、イタリアにも私持って行って、イタリアの同僚たちによく聴かせてるんですね。だけれども、もうね、何に反応するかって私の歌じゃなくて、あのね、パラパララって入ってきたあのコルネットを、一発聴いた瞬間に全員がそのヘッドホンを外して、ただし、これ、吉道よねって言うんですよ。そこみたいな、あ、そうか。もう浜田さんをはじめ、アントネッロっていうのは、そういうレベルの人たちなんだなっていう。いわゆる、だからヨーロッパの古楽界においても、一つのレジェンドなんだなっていうのがね、毎回思い知らされる。なるほど。皆さん僕の歌聞いてくださいっていう感じなんですけど、本当に。だけど、みんなそのマリエさんのハープだったりとか、あの、浜田さんのコルネットは一発で分かるんですよね、誰がやってんのか。いや僕ね、やっぱりアントネッロって90年代の半ばというか前半ぐらいからスタートしますよね。非常にあの日本のその古楽界における、やっぱりレジェンドですよね。あ、もう本当に一つのレジェンドですよ。もう今もうね、本当古楽でやってる人たちってすっごい増えましたけれど、やっぱり浜田さんがやってきたことっていうのはもう横綱級の、あ、もうことですよね。もうだから、こう言ったら語弊があるかもしれないけど、最近になって、まあこのオペラフレスカを通して、まあ立て続けに賞を取られてるんですよね。そうですね。だけど、それはね、なんかね、やっと時代がアントネッロに追いついたのかっていう感じがするんですよね。そうですよね。だからそういう意味では、まあそういう方たちと一緒に、まあ、あの、演出としてね、まあ、歌い手としても関わらせていただくとしたら、やっぱね、演出家としても日本発信のポップ屋の体感を、まあちょっと見てごらんよって言えるものにはしたいと思う。とおっしゃいますと、何か
時代設定とか状況設定で。そうなんですね。まあ、ただね、このオペラフレスカの特徴としては、うん、まあ、音楽監督であるところの浜田さんの、うん、まあ、そのコンセプトがやっぱありきなんですよ。まあ、浜田さんが座長ってことですか、ね、そう、座長なんです。まあ、座頭様のおっしゃることをやっぱり生かしてやらなきゃいけないので、今回は割とね、前回はね、実はね、極道の女たちにしちゃったんですね、僕が。そうなんですよ。自分としては、どうしてもやりたかったんで、それをやらせていただいたんですけど、今回はちょっとその古代ローマ的な、割とクラシカルな演出を、別にしてくださいっていうことはちょっと言われてるので、多分いわゆる革製のあのサンダルを履いて、なんかこう、テルマエロマエ的なあの格好の人たちが出てくるはずなんですけども、だけれどもそこに例えば我々が、そのお能だったりとか、歌舞伎だったりとかっていうようなすざまじいやっぱ芸能を持ってるわけだから。そうですよね。それをね、そのなんか、その要素をね、使わないでいられるはずがない。だからその、例えば小道具の使い方とか、まあお衣装についても、唐画ってね、なんかこう、上っ張りみたいなのがあるんですけれども、特徴的な、そういうものにも、例えばだけれども、その、着物の帯をほどいた、なんかすごいきらびやかな、布をちょっと使ってみるとか、なんかね、そういうのはありかなって思うんですよ、ね。なるほど。いや、確かに演奏する人たちは、そして、まあ、日本人とは何かって問題もあるんですけれど、はいはい、お客さんも、まあ、日本語の話者であるという状況で上演するんだったら、やっぱり それがなんか生きた舞台になるのが普通ですよね。ですよね。まともに考えたら、その、なんだろう、世界レベルで考えたら、それがまともなことだと思うんですよ。だけれども、そのなんか、今でもどうしてもそのヨーロッパに追従するっていうか、モノマネをどうしてもしてしまう傾向あるじゃないですか。そこは本当に問われてますよね。もういいんじゃないかなと思うんですよね。だから、それはもう百何十年日本がその明治になってから改めて戦国時代に一回ヨーロッパの音楽と開交してその後ちょっとねキリスト教の禁教とともに失われてしまったけれどもその後まあ明治以降にもう一回出会ったそれで吸収してきたその時代の中でいつまで経ってもその向こうがその本場だからあれをいかにこう真似できるかっていうところはねもう終わってると思うんですよ、だからそれはね音楽的にはもうアンドネルロはしてるんですよね、こっちからも発信しちゃってるから、じゃあオペラのその演出とかっていうのを考えた時も、もちろんそれをやるべきじゃないかなってやっぱり思って、ただそれは、その肩肘張ってすごくなんかこうジャポニズムみたいなものを絶対こうして入れなきゃいけないみたいなそういうものでもない、じゃなくて、もう本当になんか今生きてる我々が目にしてるそのお能だったり歌舞伎だったり文楽だったりその伝統的なものとアニメだったりゲームだったりするサブカルチャー的なものとか、もういろんなものがこの中にあって、そっから出てくるものならいいんじゃないかなと思ってますね。より自然に出てくる感じですかね。はい。はい、素晴らしい。いや、もう楽しみですね。もうぜひぜひ。はい。ということで、今日の2曲目ご紹介いただきたいと思うんですが。はい、そうですね。はい、先週実はですね、リューティストの坂本一郎さんとご一緒にカンツォーネをちょっと面白い形で、はい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 。聞いていただいたんですけれども、はい今日はですね、その坂本一郎さんと今度はジョン・ダウランドの、まあ、シェイクスピアの時代ぐらいの方ですけれども、流動ソング、流動を使ったですね、歌曲とかをいっぱいお書きになってるんですね。で、彼の作品の中からですね、またこちらの番組に伺えることをですね、心から願いつつ、いやいや、こちらこそ、カム・アゲインという曲をですね、再び来たれという曲を聴いていただきたいと思います。はいWith you again.
素晴らしいアレンジですね。あの、ダブラントの時代には存在しなかった楽器が、途中から。なんかもう、ちょっと肝潰しましたけれども、でも楽しいですね。そうですね。あの、うん、サックスのカルテットが途中からね、うん、加わるアレンジになっておりましたけれども、うん、はい。なんか、いいですね、自由で。そうですね。うん、あの、実は、うん、まあ、その初期バロックだったりとか、うん、まあ、この時代の曲って、すごいなんか、何でも取り込める、パワーがあるんですよね、そういう意味では。曲自体にそれだけのものを受け入れるだけの懐の深さというか大きさがあるっていうことですかね。結局、名曲ってどんな風にアレンジしてもかっこいいみたいなところってあるじゃないですか。あの、エリーゼのためにとかも、はいはいはい、なんか、キスは目にしてなってもかっこいいみたいなね。なるほど、なるほど、なるほど。わかりやすい例ですね。そういう話もなんかね、尽きないくらいにさせていただきたいところなんですが。ぜひ、はい、ぜひ、またぜひぜひ。さあ、じゃあ、直近のですね、弥、は、勒、い、さんのコンサート話題をですね、最後にちょっとご紹介させてください。ありがとうございます。はい、6月24日土曜日、はい、これは4人の、男性歌手たちによるユニット、はい、ラ・ディルのコンサートですね、はい、ホテルグリーンプラザ白馬、はい、こちらの方でですね、行われますコンサート、これコンサート鑑賞付き宿泊プラン14,300円、6月24日ですけれども、これは音楽と、そして、温泉と美味しい食べ物と、はい、まあ、ゆったりとした、ゆったりと楽しんでいただければと思います、というコンサートですね、はい、はい、そして6月29日木曜日14時開演、こちらは葛飾シンフォニーヒルズモーツァルトホールで、2期会スター歌手たちがお送りする日本歌曲大全集というコンサートですね、はいはい、こちらは日本歌曲、まあ、伝統的なもののみならず、はい、作曲家の新垣隆さんの新作が披露されるという、はい、こちらは私が歌います、はい、はい、今回は弥勒さんが、新垣隆さんの新曲、はい、これビートたけしの作詞なんですよね。もうびっくりです。これは本当食いつきたくなるようなね、話題ですけれども、ぜひともこちらのご注目ください。はい、そしてですね、次が7月9日日曜日13時30分開演で、東京プラシティコンサートホールで、はい、学習院 OB ブラームス合唱団第23回定期演奏会で、はい、ヘンデルのオラトリオメサイア、はい、小泉博史さんの指揮で、カウンターテナー弥勒正さんが参加されると。はい、アルトのソロを歌います。はい。はい、そしてですね、7月5日水曜日、はい、ごめんなさい、ちょっと順番が逆になりましたけれども、はい、5日水曜日、こちらは清い午後の音楽会花鳥風月その2というシリーズですね、はい、これは午後の、1時半、開演で、弥勒正さんと、それからチェンバロの曽根真也子さん、はい、そして長唄の杵屋光也さん他がですね、はい、行います、これは長唄と古楽のコラボレーションですね、はい、そうですね、まさに今回は、はい、そのような組み合わせになっていますけれどもね、はい、はい、もうこれも一種格闘技戦ですね、もうクラシック音楽と日本の伝統芸能との、はい、これも本当楽しみな企画。そしてですね、今日前半たくさん話題が出ましたモンテベルディの、はい、ポッペアの戴冠、はい、9月2日土曜日に、川口総合文化センターリリア音楽ホールで行われる16時開演ですね、はい、こちらの方はアントネンロのオペラということで大変楽しみな上演、こちらの方弥勒正さんが演出、そして、ネローネの役、はい、歌いもします、はい、歌いますということで、誰ということで、これはもう今年の秋のですね、まあ、モンテベルディ、まあ、最大の話題の公演、そうですね、もう本当に今年はもういろんな団体がいろんな演目を、まあ、演奏をね、モンテベルディの作品をするんですけれども、うん、まあ、その中でも一つの目玉ではないかなとは思います、うん、はい、はい、ぜひともご注目いただきたいと思います、はい、いらっしゃってください、はい、そして11月3日金曜日と5日日曜日それぞれ15時開演清いホールで、こちらはですねペルゴレージのオペラ、はい、オリンピーアで、これはですね指揮者チェンバロ川原忠之さん、はい、そして、アルカンドロの役で弥勒正さんがご出演されるということで、はい、これはアグニジンさんの演出です。そうですね、このペルゴレージのオペラもね、2015年に日本初演されて、はい、私も聞きに行って、ありがとうございます、もうびっくり、ありがとうございます、素晴らしい、でもこれもキャストもね、
今回ものすごいキャストですね。キャストがね、もう本当にあの初演時と同じキャストが揃ったんですけれども、よくこれだけの方たち2日間キープしましたね。本当ですよね。スケジュールよく抑えられたなって感じなんですけどね。びっくりですね。はい、吉田裕之さん、高田博子さん、澤田恵美さん、望月哲也さん、はい、林美智子さん、あと河野さんですね。河野さん、河野由美子さんという、はい、もう本当にもうこれだけの人たちが揃って、上演されますので、ぜひこちらの方もご注目いただきたいと、はい、いらっしゃってください。そしてですね、先週話題が少し出ましたけど、本の方も改めてご紹介させてください。はい、ありがとうございます。アルテスパブリッシングから新刊で発売されました、弥勒正さんの本、歌うギリシャ神話、はい、オペラ歌曲がもっと楽しくなる教養講座、はい、というサブタイトルがついてますけれども、これはギリシャ神話の基礎知識をですね、さまざまなエピソードやその、まあ、登場人物たちのキャラクター、はい、それから必須アイテムなんかも出てくるという、あ、そうですね、うん、はい、オペラや歌曲が100倍楽しめる本という、そうですね、10倍じゃなくて100倍なんです。100倍ですね、100倍です。倍あのね、結局オペラとか声楽作品の中にはもうたっぷりこの神様たちがやっぱり出てくるので、うん、そこをなんとなく、あ、今なんか通り過ぎた人たちがいるなっていうんじゃなくて、例えばフィガロの結婚とかでもね、うん、終幕ではあのヴルカーノっていう神様と、うん、あのヴェーネレっていう神様と、うん、マルテっていう神様の名前がふっと出てくるんですよね、うん、その時にその人たちの、うん、その元々のエピソードを踏まえてフィガロはやっぱりそのアリアを歌ってるので、うんうん、その元々のエピソードが分かってるか分かってないかで、ああ、あれに例えてんだな、はははは、ってできるかどうかの、うん、こう分かれ目になるわけですよ、ね、なるほど、はい、もうそう言われちゃうと、もういたもいても立ってもいられなくなってしまう。もうオペラ好きな人はですね、もうこれは読まないとやばいという、あ、もうやばいですね。ぜひ、はい、読んでいただきたいです。ぜひご注目いただきたいと思います、はい、そして今日あのかかった CD 改めてご紹介させてください、はい、最初にかかったのがですね、これが弥勒さんと浜田義光さんと西山まりえさんの3人の名前で、はい、出ているノーミュージックの、ノーアーリーミュージック、そうなんです。どこぞのあのレコード屋さんの有名なコピーにちょっと足されてる感じ、はい、ちょっと足されてる。ノーアーリーミュージックのライフというですね、はい、最後にハテナがついておりますけれども、はい、はい、CD が出ております。そしてもう一つがですね、これは高本一郎さんの名義で出てるジョン・ダウランドのカムアゲンという2枚組の、これも本当に楽しい、これ楽しい CD ですね、うん、はい、本当にこの中にも弥勒さんが参加されているということで、はい、ぜひご注目いただきたいと思います、はい、ということで2週にわたって本当にもうさまざま、もう尽きないお話でしたけれども、ね、もっとなんかお話してたいですけど、本当本当もうでもね、弥勒さんも本当にたくさんのね、もうやっぱりいろんな世界と通じてどん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 こう楽しい世界をこう大きくされてる感じがするんですけど、そうですね、うん、もう出会いがもう本当にありがたい出会いがいっぱいあるので、うん、嬉しいですね。これからのね、弥勒さんの活躍本当に楽しみですけど、また新しい大きなね、話題が出てきた時にはぜひまたお話伺わせてください。 ありがとうございます。どうも本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。2週にわたりましてカウンターテナー弥勒正さんからお話を伺いました。まあ、弥勒さんは演出家としても本当に大活躍中で、まあ、演出家というのはやはり自分の声のことだけじゃなくてドラマ全体のことをいろいろ掘り下げていく、そして他の歌手のことや舞台美術であるとかですね、もう 演劇的なことであるとか、もう様々やはり掘り下げていかなきゃいけない、そういうお仕事だと思うんですけれども、弥勒さんという方はですね、やはりお話伺っててとっても話題が豊富ですし、にこやかにユーモラスにですね、とっても深いところまで幅広くいざなってくれる方なんですよね。でも私ももう弥勒さんとお話ししているともう本当に楽しくて、もうなんかこれ番組だということを忘れてですね、どんどん話題が脱線してあちこちに暴走していきそうになるのをですね、まあかろうじてこう自分自身でですね、こう抑えながらですね、まあ弥勒さんの話を伺ってきたんですけれど、
でも本当にこんなにアイデア豊富で一緒の話してて楽しくて、そしてしかももう見事な輝くような声をですね、歌声をお持ちで、もう本当にミノクさんが今何をしようとしているかっていうことをですね、もうやっぱり絶えずチェックせずにはいられない、そういう存在なんだと思います。皆さんもね、クラシック音楽って言っても本当に幅広い工学の世界までですね、今本当に面白いことがたくさん起きてるわけなんですけれども、その時にですね、時々やっぱりミロクさん今どうしてんのかなってちょっとチェックするだけですね、すごくやっぱり今このクラシック音楽の世界で起きてることのですね、本当に大事なところポイントが多分抑えられると思うんですね。まあそういった意味でですね、私もこれからもまだ弥勒さんともっともっといろいろ話繰り返していきたいですし、弥勒さんと一緒に何か始めてみたいという気持ちにすらなってしまうようなそんな方なんですけれども、ぜひこれからは弥勒さんのですね動きをぜひ皆さんと一緒にチェックして、そして参加していきたいと思います。クラシック探求番組、林田直樹のカフェフィガロ、今週はこの辺で。クラシック、それはあなたの想像力で聞く世界。ではまた。ブルーレディオ.com